よし、取っていくぞ。いや、なんか久しぶりにやるな。ずっとやってなかったから。これね、これ皆さん、僕教えられたんですよ。これ赤いの。ん？ちょっと待って、全部赤いやん。あれ？おかしいな、おい。なんか赤いのがね、メインミッションって言われたから、赤いのやっていこう。とりあえずね。うん。赤いのやろう。これでいいんかな。今、一部の商品が飛ぶように売れています。このスーパーマーケットでは、ミネラルウォーター、食料品は全て売り切れ、一つも残っていません。他の店でも、キャンプ用品、銃と弾薬、医薬品などが同様の状態となっています。これは、ブラックリストによる万が一の事態に備えた買いだめと見られています。問題のブラックリストですが、どのようなテロが、なんか昔あったよね、買いだめとかさ、あの水の買いだめとか昔あったよね。本当、一体何を意味するのか、あらゆる人々が水があまり、雨があまりにも降らず、懐かしいな。間違いなくアメリカンコンサンプションで狙われるのは我が国の食料供給システム。食料供給システム。それがアメリカにとってのアキレス腱であることを私はひざまずくアメリカという著書の中で指摘していまして。なんやそれ。とりあえずやるか。ブリーフィングを開始。行くぜ。久しぶりやな。全く寝てたのに。ジュネーブ条約を知らないのか？虐待だぞ。知ってるぞ。ジュネーブ条約。携帯が使えるなら弁護士を呼んでもいいぞ。偵察部隊の居場所は？今データをキャッチしようとしているところだよ。2分待ってくれ。急報です。大統領府がデブグルーの部隊3個の動員を承認しました。指示するまで待機させておいて。ちょっと貸してみろ。ここから俺の口座に電子送金されたんだ。その第4の地点がどこか情報はないの？トレースしているところだ。金が送られた場所はイラク東部ミラワ。グリム、どういうことなんだい？オーケー、わかったわ。 NRO から鬼気精製を借りて。そんなん借りれるんかい？4つのキャンプで最大のはここよ。まさに要塞ね。聞いてくれ。コビンの顧客はおそらくミラワにいる。ゆっくり準備してる暇はない。あれ、こんな顔やったっけ？データを解析して兵器、車両、人員の位置を確認しろ。あれ、何一つ見落とすんじゃないぞ。オーケー。ドローンの準備もしておけ。了解。グリム、全体の指揮を。デブグルーは他のキャンプを攻撃だ。いくらなんでも準備不足よ。何？やるに決まってんだろ。俺は到着後すぐ行動に移る。単独でですか？隊はないが、ベンガ島で孫ついたからな。撤収に備えて待機しろ。聞かれなかったから言わなかったが、奴らはかなり手強いぜ。やっつけたいのなら核でも使えばいいんじゃないか。なるほど、聞かれなかったか。今さら言われて役に立つもんか。コビンを連れてけ。邪魔だ。俺は分かったよ。邪魔だ。よし。わあ、久しぶりやからな。周りは敵ばかりだからね。スモークとスティッキー感が状況確認と不意打ちに役に立つ。了解。結構お金貯まったからな。ちょっと待って、ゴーグル使った方がいいって言われたよね。これ買うか。これも？これお金、大丈夫だね。よし！そう、ゴーグルを使え使えと言われ続け。ふふふ。はや何年だよ、ほんとに。スティッキーノイズは？装備できるね。アップグレードできるの？するか。プラスチック爆弾。じゃあこれも。あ、フラッシュチャージの方がいいな。よし。で、サブウェポン。あれなんだよね。サイレンサーがついてないんだよ、これ。確か。サイレンサーついてなくてもいいのか。普通に倒しちゃって。とりあえず行くか。
いつも倒しちゃうからな。え、行くぜ。イラク、ミラワ、反乱軍拠地。拠地じゃない、拠点や。協力ミッションとか結構むずそうだからな。ね。二つのミッションクリアするのに、僕何時間かかったんやろ ?4 時間ぐらいかかったよね。ほんとに。頑張りたいです。パラシュート展開。ボリックス、見つからずに敵を仕留める。発射。進路を相当中。サイレンサー、搭載。スナイパーライフル。なるほど。サブ、敵に気づかれたわ。ミッション失敗よ。撤収して。パラシュート展開。ボリックス、自らで敵を仕留められるか。進路を相当中。了解。ちょ待って、これどうしたらいいの。じゃあ全員やるの。とりあえずこいつやろ。やった。次こいつ。敵を排除。やりました。よし。やった。ピュン。命中。1秒ぐらいかな。命中。ターゲット排除。へっへっへー。よし、ブリックス、よくやった。見たか。これより行動を開始する。これより行動を開始する。オッケー。ミラー、イースタン、イラク。結構もう忘れちゃったな。で、これでこう武器を変えると、これをね、これを使った方がいいよって言われて、サイレンサーついて、やっぱサイレンサー装備してこればよかったな。で、まるで走れるの。カメラが敵の一団を捕捉。川上の家に集まってるわ。ジョーキー、偵察プラン。発見される前にコビンの曲を見つけるぞ。トライローターの出番かな。61メートル先。今度のは使えるんだろうな。信用ないな。50メートル以内に。敵大丈夫か。だけでバッチリさ。発見されずに行動することが重要。なんだあれは。大丈夫か。80メートル先。ここからは見つかるなんていうことやね。どこにいるんだ奴らは。サム、ルート上に敵兵を発見したわ。見つからないで。分かった。ソナ、ナイトビジョンじゃない、ソナーだ。いないか。大丈夫か。どこにいるんだ。あ、いる。実戦経験はあるのか。ああ、2回だ。撃たれたこともある。足だったし、後遺症もなかったから。どんなだった。想像してるのとは全然違うと思うぜ。やかしくて慌ただしくて、顔をかすめる弾丸の音を聞いて、当たったら死ぬんだなって思うぜ。登る。要するにだ、自分が死ぬって
思い込んでる奴はバカな真似をして撃たれるし、自分は死なないって信じてる奴は生き延びて右行けんか。それでお前は言うまでもないだろ。バカ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 。左2名。1人。発見。登れ。あれ、上手くなってる。よし、侵入成功。よし、サム、そこならトライローターを使うのにうってつけだ。トライローター、このソナー全く意味ないじゃん。飛ばす、飛ばすぞ。オーケーサム、声を拾えるようにトライローターをもう少し近づけてよ。オーケー、あ、こっから入れっていうことか。なるほど、気づかれないように上行って、あのはしごやな。あ、なるほどね、ここね。 OK。 そうそう、じゃあ録音するからそのままだよ。 OK。 照合中と。照合中。ダメかな、うまく拾えなかったみたいだ。何？あちゃー。おい、サム、顔を照合させる方が確実っぽいね。サム、建物の横に入れそうな場所があるので、バイヤーを探せ。カメラが見つけたわ。なに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 。ふざけるなよ。見ろ、古くて傷だらけだ。ポンコツもいいところだぜ。あそこにいるぞ。けど、いい武器を持ってるやつの方が勝つ確率は高いだろう。ある武器で戦うしかないさ。頭を使え。よし。よし。じゃあ、銃を交換しようじゃないか。下にいるのか？いや。いないな。18メートル先。誰発見？あ、3人しかマークできない。スタン。これ登るしたらもう終わりやん。下行って、右行って、よし、隠しルート発見。やばいぞ。よーし、いいね。いいぞいいぞいいぞ、今だ。ファサ。うお、わあ、おい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 、違う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 、なんでだよ。はあ？いや、これ完全に倒すのとか無理なの？ちょ、待て待て。ひでえ銃だ。そうかい。なら
らピカピカのナイフをくれてやる。それで戦うんだな。ふざけるなよ。見ろ。ふざけるなよ。古くて傷だらけだ。ポンコツもいいところだぜ。重要なのは使う人間の。こんにちは。いい武器を持ってる奴の方が勝つ確率は高いだろう。ある武器で戦うしかないさ。頭を使え。よし。頭を使え。じゃ銃を交換しようじゃないか。チブ。おかしいやろー。よし。倒したいな。スタンガンじゃねえか。二人はやる。さらば。ん？まだ上にいるのか。あいつは近くまで来たらもう撃つよ。バレる。クリア。よし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 。でここなんだよね。やっちゃった。くっそ。